皆さんこんにちは、青木美佐子です。今羽田空港にいます。これから上海に行くんですけど、ピンクハウスさんが、上海でカフェとコラボするということで、今回ゲスト出演させていただくために行ってきます。今回はその様子を Vlog でお届けします。それでは行ってきます。羽田空港から上海まではだいたい3時間ぐらいで到着します。すごく近いです。今回 JAL に乗ったんですけど、資生堂パーラーとコラボしている機内食になっていて、すごい豪華でした。メインはビーフストロガノフで、とっても美味しかったです。上海に到着しました。今こちらのカフェでちょっと下見をします。今回上海でピンクハウスさんのコラボカフェが7日間限定で行われるということで、こちらのカフェで行われることになっています。まだ飾り付けはできていないんですけど、下見にやってきました。ちょうど10月の30日ぐらいだったので、まだ飾り付けがハロウィン状態になっているんですけど、ここがピンクハウスさんとのコラボカフェに生まれ変わります。ケーキもいただきました。こちらが明日からピンクハウスさんとコラボカフェをやる、カフェになります。まだ飾り付けとかはできてないんですけど、今日はそこで事前にお茶会をしたいと思います。で、今日が10月31日なのでハロウィンということで、ハロウィンメニューになっています。で、ケーキはまずこちらがかぼちゃのチーズケーキで、こちらがちょっとお化けちゃんが乗ってるんですけど、これがモンブラン、かぼちゃのモンブランで、こちらが、パッションフルーツのケーキで、これが草のケーキで、こちらがぶどうのタルトになってます。ピンクハウスさんのお茶会では特別のケーキが作られるそうなんですけど、メニューはこんな感じのメニューになっているので、これから食べたいと思います。カフェの下見が終わって、明日のイベントの打ち合わせを行いました。夜ご飯は上海では珍しいピザを食べに来ました。こんな感じのお店になってるんですけど、なかなか私は上海では中華料理を食べることが多いので、こういうイタリアンみたいなピザを食べるのは初めてだったんですけれども、とっても美味しいお店でした。まずはサラダです。生ハムとかもあって、本当に本格的なイタリアンという感じになっています。ピザやパスタを頼んでみんなでシェアしました。ピザはピザ窯があって、本格的なピザをいただきました。中国だと中華料理が多いので、すごく珍しかったんですけど、とっても美味しかったです。皆さんこんにちは、青木美佐子です。今はピンクハウスさんと、上海でコラボカフェをやっている会場にいます。会場の様子をご紹介していきます。はい、ということで今回は上海限定で T シャツの販売もあります。こちらうさぎちゃんの柄のプリントの T シャツなんですけど、ピンク色とあと白がありまして、で柄はこんな感じになってます。すごく可愛くて着やすい感じの T シャツで、限定商品になってます。あ、そのままでいいですよ。はい、そうです。今回のピンクハウスさんとのコラボカフェでは、食器もピンクハウスさんとのコラボのこちらの柄の食器が出されます。そして今回ランチョンマットも同じようにこう提供されるんですけど、こちらのランチョンマットは来月なのか、ちょっと先々の発売になっています。そしてこちらのカップとこちらのティーポットはただいま販売中で、ウェイボーとあと
販売してます。ぜひお家でのティータイムとして楽しんでみてください。今回アルカリさんとのコラボのお洋服が期間限定で受注がスタートします。11月の3日までの受注期間なんですけど、今回特別にカフェに来た人限定でこちらの予約ができるようになっています。今私が着ているこちらのブルーのロングのワンピースもアルカリさんとのコラボになっています。今回のコラボなんですけど、サブリエも作らせていただいたので、こんな感じで色をセットでこう合わせていただいたりとか、あとこういうサコッシュだったりバッグだったり、いろいろと小物も出ています。そしてカチューシャも出ているので、こちらでゲットいただければと思います。今回のカフェの店内がウィンターフォレストトリート柄、新作のお洋服の柄の雰囲気に合わせた店内になっていたので、秋っぽい雰囲気がありました。すごくカントリーな雰囲気ではあるんですけど、秋らしい感じの生花とかも使われていて、とっても華やかな会場になっていました。映像もとっても素敵に流れていて、光などもあったりして、すごく素敵な会場でした。そして今回特別に上海限定カラーの商品も発売されるということで、来年の新作の商品の展示がありました。私も興味津々で、どれも本当に新作が可愛かったです。カフェの店内はこんな感じです。ランチョンマットもそれぞれいろいろな柄が展示されていて、こちらにね座ってティータイムを楽しむという感じで、すごい素敵な会場になっていました。会場の準備もできていて、これからお客様が入るという感じなんですけど、こんな感じのプロップもあって、こちらを持ちながら写真を撮ることができるようになっています。日本でもこんなコラボカフェできたらいいですよね。はい、ということでこちらがカフェの様子です。1週間くらいのコラボカフェなんですけど、チケットはもうすでに完売していて、10名ずつぐらい入って入れ替え制になったカフェになっています。店内ではいろいろな写真スポットがあるので、おのおの写真を撮ることもできます。はい、そしてこちらはファンの方々と触れ合っている様子です。結構あの仲良しの方々とかも来てくださったりとかして、すごく日本語もね喋れる方もたくさんいたので、いろいろとお話をしたりとかして楽しみました。今回おのおのピンクハウスさんのお洋服を可愛く着ていて、すごく私もあ、この着方可愛いなとか、すごく勉強になることもたくさんありました。
中国でもピンクハウスさんは大人気だなと改めて実感しました。結構いろんな着こなしの方がいて、割と重ね着されてる方がいたり、いろいろと帽子と組み合わせていたりとか、すごく可愛かったです。クリスマスな雰囲気もあったりして、これからの季節にぴったりな雰囲気ですよね。本当に生花とかもあったので、すごく素敵なカフェの店内になっていて、1週間でもう戻しちゃうのがもったいないなという気持ちにはなったんですけど、皆様新作をね来てくださる方もたくさんいたりとかして、そしてカフェの雰囲気はこんな感じです。ドリンクは4種類から選べるようになっています。こちらはカフェラテになってるんですけど、カフェラテもラテアートになっていて、ハートの形がとっても可愛かったです。こちらが上海限定で販売されていた T シャツです。ピンクと白と両方とっても可愛かったです。はい、私は写真を撮っている様子です。ファンの方々と写真撮影をさせていただいています。ハートをね作って写真を撮りました。今回は10名ずつなので、10名入ってカフェを楽しんでリース作りをしてっていう感じで、割とゆったりした雰囲気で、一人一人の方とお話ししたりとか写真撮ることはゆっくりできたんじゃないかなと思います。こちらがコラボメニューになってます。こちらケーキなんですけど、タルトになっていてめちゃくちゃ美味しかったです。ということで、ファンの方々と私も喋っている様子ですね。はい、結構皆さん本当にピンクハウスさんのお話をしたりとか、あれが可愛かったですねとか、いろんな話をさせていただきました。この日は台風が台湾の方に近づいている日だったので、上海にもかなり影響があって、あいにくの雨だったんですけど、足を運んでいただいて会いに来ていただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいでした。ありがとうございました。今回はお茶会の後にリース作りをするというのもメインイベントになっています。皆様おのおの糊というかグルーガンみたいなので、お花をねリースを作っていくっていうことをするというワークショップ的なこともあったりとかして、すごくゆったりとお茶会を過ごすことができて、私もいろいろとお話しすることができて楽しかったです。ピンクハウスさんの食器めちゃくちゃ可愛いですよね。悩みますよね。ピンクも可愛い。なんだかんだピンク。うん。いつもピンクにしちゃう。うん。こっちも可愛いですよ、ね。そっちもめっちゃ可愛い。可愛い。どうしよう。あ、猫なんだ。そう、猫と。お馬さんと猫。でもこれブルーも可愛いですね。うん、そのブルー珍しい。ちょっと珍しい。このミントが、ミントが限定。限定なんですか？限定。上海限定。上海限定。今回のイベントでは新作をいち早く見れたりとか、上海限定の商品が予約できたりとか、あとリース作り、今リース作りをやっている様子なんですけど、リース作りができたりとか、コラボケーキが食べれたりとか、すごくピンクハウスさん好きな人が集まってとても楽しい時間を過ごしました。私もね一緒に手作りするのをお手伝いしたりとかして、
たまにカフェラテとかも飲ませていただきました。カフェラテもめちゃくちゃ美味しかったですし、ケーキはねタルトになっていてすごく美味しかったです。ワークショップが完成するとこんな感じでした。すごく華やかな空間でした。続いて打ち上げの様子です。打ち上げは中華料理を食べに来ました。ちょうど10月の31日1日ぐらいだったので、上海ガニが旬の時期だったということで上海ガニもいただきました。とっても美味しい中華料理をいただいて幸せな2泊3日の上海旅でした。